はい、皆さんこんにちは、スイコ川太郎のゴム手です。こちらね、アリゼのウツボソックスですけれども、かかとのところね、フラップ、それから前側のフラップも両側編めてきました。では今日はこの履き口のところね、アイコード編みで編んでいこうと思います。はい、それにしてもね、ものすごい暑いですね。台風過ぎてからさらにね、暑くなったような気がします。猛暑お見舞い申し上げます。皆様ね、体調の方大丈夫でしょうか。やっぱしっかりね、水分とって、で、OS1 とかっていうのは本当に熱中症の疑いがあって、急速にね、お水を体の中に補給しないといけないっていう時に取るものなので、あんまりね、取りすぎないように注意しないといけないらしいんですけれども、本当にね、脱水している感じがした場合には OS1 ちょっと飲んでもらってね、体の中の水分をね、補ってやるっていうことをしないと、脳の方とか臓器の方とかにもね、影響出てしまうとね、良くないですのでね、本当にね、具合が悪くなってきたような場合には病院の方行かれてね、冷たい点滴打っていただいたら、もうそれだけで少しでもね、楽になるかと思いますので、ちょっとおかしい、吐き気がするであるとか、頭が痛いであるとか、筋肉が痙攣する、で、足がつる、そういうふうな症状が出ているような場合にはね、すぐ病院の方へ行っていただいたらいいかなと思います。で、救急車呼ぼうと思ってもね、なかなかちょっと救急車、今熱中症の症状が多くって、なかなかね、来てくれない場合がありますので、そういう場合はもうタクシー呼んだ方が早いですのでね、タクシー呼ばれて一刻も早くね、対処される方がいいかなと思います。で、この暑さでですね、人間だけじゃなくってね、動物たちも結構ね、参ってるらしいですね。ワンちゃんの散歩とかされている方にね、ご挨拶したら、もう早朝じゃないと、早朝か日が暮れてしばらく経ってからではないと、ワンちゃん散歩させてたらね、足の裏やけどしちゃうんだよっていうようなことをね、おっしゃってました。人間が立って歩いている時って、暑さを近くする頭の方って上の方にあるんですけれど、足元のアスファルトに近いところの方が非常にね、高温になってますので、そういうところをね、歩くワンちゃんにとってはすごくね、負担が大きいらしいですね。で、足の裏やけどしちゃったりとか、もうそれこそ熱中症になってしまったりであるとかね。で、ワンちゃんはもう熱中症になっちゃったら、もう10分やそこらでね、本当に急激に体調が悪くなって、命に関わるようなこともあるらしいですのでね、十分お気をつけください。暑さに弱いといえば、我が家にはね、羊がいるんですよね。で、羊っていうのは適温が25度ぐらいって言われています。なので、この、ね、40度に迫るような、そこまでいかないですけれども、32、3度、で、暑かったら昼間36度37度なんていうようなね、気温の時は本当にね、羊にとってはダメージが大きい暑さなわけなんですね。なんですけど、幸いにしてうちの羊はね、半分野生種のムフロンが入っているせいなのか、非常に暑さにも強くって、で、台風の時でもね、とんでもない雨風の中、平然とした顔をしてスーンとして立ってるような感じなんですけれども、暑さにも強くって、で、自分でね、感冒することができるんですね。毛を抜いて、で、お腹のあたりですね、脇の下とかお腹のあたりとか、そのあたりね、涼しくすることができるんですね。まあ、それでもね、昼間はもう静かに安静にして、小屋の奥の方に入ってね、日陰から出ないっていうようなことが多いですね。まあ、あまりにも暑かろうっていうことで、水道の水をね、水道からホースで水をザーッと巻いてね、かけてやろうとすると、それはね、嫌なんだそうです。ホースの水はなんかね、冷たすぎて嫌って言ってね、すごく本当にね、嫌っていう顔して、もう半分笑いながら逃げるような感じでね、逃げ出しますね。いや、本当に可愛い子です。この暑さにもかかわらずね、食欲はあんまり落ちてないですね。で、普段は乾き物のね、乾燥させたアルファルファを固めたものをね、餌としてやってるんですけれども、生の草も多少食べてくれるんですね。やっぱり暑い時はね、生の草を欲しがることが多いです。
自然に生えてきている雑草であるとか、でまた猫草みたいなものをね、塩爆っていうんですかね、あれを種をまいてあるんですけれども、そこから生えてきた草をね、ある程度育つまでじっと待って、いい感じに育ってきたところでね、わしわしと食べるようなことをしてますね。でそれから去年与えたかぼちゃの種がこぼれてて、その種が育って大きくなってるんですね。パールの柵の周りにツルを這わせて実がなったりしてるんですけれども、時々ね、そのツルのツル先をかじって葉っぱとツルを食べたりとか、でまだ若いけれども実をかじり取ってね、それをちょびちょびですけれども食べたりとかしている様子が見受けられます。そういうものを食べてね、足りない栄養素を補ったりとか水分を補ったりとかしてるんだと思います。で水も毎日変えてね、置いてやってるんですけれども、その水の中に平球部のこう塊になってるんですけど、それを食べながら水を飲もうとするもんですから、それがね、水の中に落ちてしまってね、よく水が汚れてることが多いですね。はい、なので逆に言うと、そういうものが水の中に入っているということは、水桶の中に入っているということはね、水を飲もうとしている回数がそれだけ多いんだなと思ってね、いつも朝だけ水替えしてたのを朝と晩と両方ねするようにしたりしてます。小屋の上にね水をまいて、ちょっとでもね、そこに溜まってる熱を気化させてやって、涼しくさせてやろうとかね、そういうことはしてますね。そういう動物園とかをされてる友達の方からもね、羊2回目の毛刈りをしたとかいう話聞こえてきてますけれども、うちの羊ももう一回ね、普通はしないんですけどね、夏場にもう一回毛刈ってやった方がいいのかなと思って様子見てるんですけれどもね、逆にその背中の方に残っている毛が地肌に直接ね日が当たるのを防いでくれているような、そういう役割もあるので、日焼け防止のためにね、よくアームカバーとか人間つけたりしますよね。でそういう役割をしてるかもしれないっていう感じがしてて、でどうだろうなって考えたんですけれども、毛刈りしない方がいいかなと判断して、今はまだしてないです。でこの暑さもね、もうあと数日すれば和らいでくるだろうと思いますのでね、もうあと一息の辛抱ですね。でまあ羊はいけそうなんですけれど、ミツバチの方です。ミツバチの方がね、だいたいミツバチの巣っていうのは蜜蝋、蝋でできてるんですね。でこの蝋でできた巣っていうのは、やっぱりね、40度近くになってくると溶けてね、落ちてしまうことがあるんです。うちも一回ね、採蜜した直後に巣落ちしてしまったっていうことがありましたけれども、まあ、その後はね、巣落ちすることもなくなんとかいけてるんですね。なんですけど、蜂の数が増えてきたせいなのか、蜂の巣箱の中がすごく熱くなってるせいなのかね、巣箱の外に出てきてる蜂が非常に増えてまして、朝も晩もね、もうずっと羽を震わしてブン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 中に風を送っている、扇風機コードしてるっていうのが見受けられます。であれもね、羽を動かすというのはすごく体力を使う作業ですので、ね、あまりにも羽動かしすぎたら、扇風機コードがずっと続いてしまったらね、ミツバチも過労で死んでしまうんじゃないかなと思って、ちょっとね心配してるんですね。で、まあ、ペットボトルで氷を作って、巣の近くに置いて涼しい冷気が行くようにしてやろうかなとか思っているところです。でアリゾナのフェニックスっていうところありますよね、砂漠地帯ですよね。あの辺りでこのミツバチがね、大量死しているらしいんですね。でやっぱりそれはなぜかっていうと、暑さが原因なんですね。暑さでね、もう巣がもうドロドロに溶けてしまって、40度ぐらいまではなんとかね、40度から45度ぐらいまではなんとか餌を取ってくる行動ができるらしいんですね、ミツバチっていうのは。なんですけれども、もう巣がね溶けて落ちてしまうっていうことが起こってて、餌不足っていうのが起こって、まあ、自分の巣がダメになってしまった場合に他のミツバチの巣を襲うとかね、そういう行動が見られているらしいんですね。で非常に大量にミツバチが死んでしまっているらしいです。で
このアリゾナの方の暑さっていうのはもう本当にね40度超えるようなとんでもない暑さになっているそうなんですけれども、あのミツバチだけでなくてね、暑さに強そうに思われるサボテンでさえね枯れてしまってるらしいんですね。このサボテンっていうのは夜間に気孔を開いて、気孔っていうのは空気の穴って書くんですけれども、この気孔を開いてね、あの光合成するための二酸化炭素を夜間に取り込むんですね。なんですけどこのフェニックスの暑さっていうのは夜間ももう非常に暑い状態が続いてまして、ガス交換ができないんですよ。要するに窒息状態になってしまってるんですね。で、まあ、窒息している状態でまた脱水も起こってるわけなんですね。なので感染症とか虫による被害を受けやすくなったりしててね、内部から腐り始めてるらしいんですね。で、まあ、見回りにも行かれてるそうなんですけれども、昨日まで元気に見えてた状態のサボテンが、もしくはちょっとね暑さでやられかけかなって思われるようなあの状態だっただけなのに、突然ねこの枝分かれしてる枝ですよね、枝を落としてしまってね、でまた倒壊して枯れてしまうっていうようなことがもう多々見られているらしくって、もう暑さに強いサボテン、サグアロサボテンっていうねサボテンなんですけれど、あの日本では弁慶虫とか呼ばれているサボテンなんですけどね、これがもうどんどん枯れて倒れていってしまっているということらしいです。ちょっとねこの暑さというのは異常だなという感覚がありますね。でね、トルコ行った時も大概暑かったんですよ。ただトルコの暑さっていうのは比較的カラッとした暑さなんですね。日本の暑さっていうのはすごくねジメッとしてて湿度が非常に高いですよね。で汗をかいてもなかなか蒸発しなくって肌に張り付くような重たいようなね暑さなんで、多分ねトルコの暑さよりも日本の暑さの方が体に応える暑さだと思います。トルコ行った時にね暑さ対策のためによく飲んだものっていうのがあるんですね。アイランっていうんですけれども、ヨーグルトドリンクです。で日本にもね飲むヨーグルトってあると思うんですけれど、飲むヨーグルトってあの甘い味がしますよね。なんか明治さんが出されてるなんとかヨーグルトっていう飲むヨーグルトありますけれども、あれもすごく甘いですよね。でプレーンのやつでもちょっと甘みがあるかと思います。なんですけどトルコのね飲むヨーグルトは甘くないんですね。でこれはあの非常に簡単に作れますし、本当に熱中症対策にもいいかなと思うので、レシピをご紹介しようかなと思います。非常に簡単です。用意するのは普通のプレーンヨーグルト、それからお水ですね。でこのお水もよく冷やされたものの方がいいかなと思います。であとはお塩用意していただいたらいいかなと思います。でプレーンヨーグルトとお水は同じ量を使います。プレーンヨーグルト 100ml だったらお水も 100ml 使います。でその同じ量のヨーグルトとお水とボウルに移すんですね。でそこに、まあ、ひとつまみでいいです。あのもうこの塩加減っていうのはお好みで変えていただいたらいいんですけれども、少しひとつまみお塩を入れます。でそれをね泡立て器でガーッとかき混ぜるんですね。もうあの泡立つぐらいにかき混ぜてやります。で泡が立てば立つほど美味しいです。でしっかり泡立てて、よく冷やしたやつをねしっかり泡立てて、あのガラスのコップに注いでねぐっと飲むんですよね。こう泡がこう口の周りにつくような感じでね、あのビール飲むと口の周りに泡がつきますよね。あれがね美味しいんですよね。で泡と一緒にぐぐっと飲むような感じで飲むんですね。そうするとヨーグルトに含まれているミネラル分であるとかカルシウム分であるとか、それからお塩入れてますのでね、その塩分であるとかそういうものが補給されますので、こう汗で失われたねあのミネラルを補給することができますので、ぜひねヨーグルトを嫌いでない方は試してみてください。塩辛いヨーグルトちょっと最初ね抵抗あるかなと思うんですけれども、意外とねこれ慣れてくると甘いヨーグルトよりも癖になります。でもねあんまりね飲みすぎると塩分過多になってしまいますのでね、あの適量、まあ、せいぜい1日2杯ぐらいまでにとどめておかれたらいいかなと思うんですけれども、ぜひね試してみてください。
もうあと 2,3 日でね、この暑さもちょっと和らいでくるだろうっていうような情報ですので、もう、ね、あと一息なんとかね乗り切って、涼しい秋を、でそれから本格的な編み物の季節をね楽しみに待ちましょうね。はい、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。